ここからはオフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。本日のテーマは安らぎ Q&A です。お葬式にまつわるよくある質問を専門家が回答いたします。本日のご質問はしきたり慣習についての質問が届いています。ご質問です。精進上げ、精進落としとはどのようなことでしょうか。お答えです。精進の意味は決裁し、ひたすら宗教的生活の一途に生きることを言います。それが民間の信者にとっては肉類を食べない意味へと転化しました。したがって木の間や葬儀の時は精進料理をいただきますが、それが終わると終わった印として肉類を含む料理を取ります。これを精進落としと言いますが、地域によっては精進揚げと呼んでいます。葬儀用語は他にも地域によっていろいろと違った言い方をするものがあります。さて、明日のテーマは日本のしきたりです。本日の内容はオフィスシオンをホームページでもご覧いただくことができます。また皆様からの質問やご意見を募集しています。お寄せいただきました方には木曜日にご紹介しています葬にまつわる体験談集、そして時を超えて、これをプレゼントいたします。メールは info@nara.fm、 ファックスは 074224-8422、 郵便の場合は郵便番号 630-8334、 奈良市西の新屋町43番地、奈良 .fm へお願いいたします。お問い合わせは074224-8415です。皆様からいただきましたご意見、そしてご質問をお寄せいただきますと、葬にまつわる体験談集時を超えて、こちらをプレゼントいたします。この時間は、家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りいたしました。